さんこんにちは、あずさです。今回のテーマはもうすぐあなたに届くご褒美ということで、カードをリーディングしていきたいと思います。今日はですね、ちょっと新しいカードを参入させました。こちらザ・スターシード・オラクル。はい、まあこれご存知の方すごい多いんじゃないかなと思うんですけど、私の動画ではこちらのアートワークをね、カードの絵をね担当されているダニエル・ノエルさんという方、こちらがムーン・チャイルド・タロット、私がねずっとこれ使ってるんですけど、こちらはダニエルさんがもう監修もアートワークもされてるものなんですね。で、こちらはこのレベッカ・キャンベルさんって方が監修をされていまして、で絵だけねダニエルさんが描かれてるっていう感じのものになるんですけど、こちらねちょっとねすごい前から、ずいぶん前からの発売されてて、なぜまあ今頃買ったのかという話をしますと、今度ね私のブログの、今ノートの方かな、ノートの方のブログとかでね書かせていただいてるんですけれども、4月と5月、合計4日間で守護天使とつながるスピリチュアルカードリーディングの講座っていうのを今度させていただくんですね。で、その時にやっぱり初心者の方でもつながりやすいカードっていうのをすごい探してまして、最初のね2日間では、サイキックタロットオラクルカード今使おうかなと思ってるんですね。で、そっちでいわゆる本当に、基本的なカードリーディングの方を勉強して、で、残りの2日間の方では本当にこう光の存在とつながって引いていくっていうことをね、していこうかなと思ったんですけど、このカードがね、すごくいろんなカードをちょっと自分でもね、見たんですけれども、やっぱこのカードが、結構初めての方でもつながりやすいかなって。でこれですね、デッキが、これデッキで今シャッフルとかをさせてもう済んでるものなんですけど、こんな感じでやっぱすごくね、カード自体がまずね綺麗じゃないと楽しくないじゃないですか。なのでまあすごく綺麗っていうのと、あとやっぱね、それでいてエネルギーがある程度入ってないとやっぱちょっとつながりにくいんですよね。でこのカードすごい入ってるんですよ。エネルギー入ってるし、あと同時にちょっと私が今回、スピリチュアルカードリーディングということで、いわゆるサイキック能力を使ってねカードを読んでいくっていう方法を、皆さんに伝授させていただこうかなと思うんですけれども、それにすごく適してる、すごく適してるカードなんですね。なのでちょっと私の方でこちらも動画の方でもね使っていきながら、皆さんにもちょっとね、講座を受けていただくご予定の方にはこちらの見ながらね、慣れ親しんでいただこうかなと思って使っていこうと思います。はい、すいません、ちょっと一応ね講座を受けていただく方もいらっしゃるので少しお話ししておこうかなと思いました。はい、では、すいませんちょっと遅くなりましたが、今回も選択肢はこちらクリスタルズザ・ストーンデッキから3枚選んでおります。ね、なんかご褒美というといろいろね、その間苦労とか努力とかいろいろありますので、こう何か内側に秘めてるようなカードを選んでみました。A はこれ前も出たかな、ラブラドライト。はい、こちら A の方はラブラドライトです。そして B の方、これすごいねツートーンで綺麗ですよね。あ、逆だった、すいません、アポフィリライト。はい、 B の方はアポフィリライトです。メロンみたいですね。夕張メロン。はい、で C の方が、こちらは有名な、あ、これも反対だった。エメラルド、こちらエメラルドのね原石ですね、綺麗ですね。はい、こちら C の方エメラルドになります。 ABC となっております。選択肢は直感で選んでいただいても構いませんし、この石とっても惹かれるなと思うもので、選んでいただいても構いません。2つで迷ってしまったら両方の、冒頭だけでもね聞いていただいて、よりしっくりくる方を選んでいただければいいかなと思います。また、私のカードリーディングは
スピリチュアルカードリーディングとなっておりまして、光の存在たちからできるだけこう皆さんに必要なメッセージを下ろせるように、読んでおります。なので、まあ、当たる当たらないとかそういったこととは別に、あ、なんだかこのメッセージとっても気になるなとか、このメッセージもしかして私の祈りへの答えなのかなとかね、うん、そういったものが受け取れるように読んでおりますので、ぜひね3つとも通して見ていただくお時間がある方は、見ていただいて、何かね、うん、なんかね流して聞いてても必要なメッセージってそこだけボリュームが大きく聞こえてきたりとかするもんなんですね、うん、なので、ぜひぜひねそういった面白い使い方もしてみてもいいかなと思います。はい、今回もタイムスタンプが概要欄に載っておりますので、お時間のない方はそちらからご自身の選択肢だけをサクッと見ていただければいいかなと思います。はい、では早速 A を選ばれた方から、リーディングを始めていきたいと思います。はい、では A のラブラドライトを選ばれた方のリーディングを始めていきたいと思います。今回はこちらが現状、そしてこちらがもうすぐあなたに届くご褒美、そしてこちらがアドバイスカードとなっております。また、各々展開して見ていこうと思います。はい、ではまず A をね選ばれた方の現状を見ていこうと思います。3枚出てます。せーの、パカッ。スピリットオブスプリング、すごい綺麗ですよね。はい、それと、あ、バースが出てきています。そして、あー、すごい綺麗、新しいカード上がりますね。サレンダーとザスイートネス、すっごい綺麗ですねこれ。わーわーわー、なんかこれちょっとねすごいですね。3枚ともなんかすごいこう母なる感があるというか、そしてなんかやっぱりね、こうね思われた方いると思うんですけど、まあこれスプリングなんですけど、なんか春みたいな感じがすごいですね。はい、わかりました、わかりました。A を選ばれた方っていうのは、今ね現状で何か、これ皆さんね、それぞれね見てらっしゃる方によって違うとは思うんですけれども、まずもしかしたらこの中で今妊娠されてるとか、もしくは、そういうね家庭を作ろうという決心をされてそこに向かわれて努力をされてるとか、もしくはなんか本当に素敵な方と出会ってその方と未来をね、築いていこうとしている、もしくはそれを意図している、または何かご自身のお仕事とか、創作活動とか、何かそういったご自身でねずっと続けてこられている活動において、かなり新しい局面、なんかこちら両方とも春なんですけれども、なんか春が芽吹いたっていう感じがやってきてるんですよね。なので多分ちょっと前まではその冬の厳しさとか冬の辛さみたいなのがあったんじゃないかなという感じもあります、なのでなんか例えばお仕事とかそういうプロジェクトとかそういったことにおいて、少し今まではなかなか先が見えない状態とか、いつになったらこの冬は終わるんだろうみたいな、いつになったらこの苦しみって終わって楽になれるんだろうみたいな、なんかそういう状態がもしかしたらずっとあったのかなっていう感じもあります。で今ようやっとなんか芽吹き始めたみたいなメッセージが来てるんですよね、でこれは先ほど言った例えばご家族のこととかお子さんのこととかいろいろね望まれてる方にとってもなんかようやっとそれがなんかやってきたみたいな感じもありますね。なんかそのいい知らせがやってきてるとか、あとねなんかね予感っていう言葉も来てますね。いい予感がしてるみたいな、これねもう本当にまさにスピリットオブスプリングでね、こちらにね可愛い鳥さんがいて、ここにね卵をねここにねもう産み終わってて、今まさにねこうなんか春の女神がそれを見守っていて、ねこうなんか鳥さんも分かってるって感じですよね。これをねこれからまあ育んでいきましょう、私が見守っていきましょうみたいな感じがあるんですよね。でこちらのカードも何かねここになんかこうねなんかお相手がいて、こうはみたいななんかここでねなんか泳いでいる人とこの
ちなみにこの方のビーナスエナジーって書いてあって、うん、なんかこうビーナスなんですねこの方ね。その春の女神みたいな方とね、美の女神みたいな方と、こうなんかお相手がこう、は、見つけたみたいな感じがあるので、何か本当にご自身でね、うん、こういうことしようかなとか、いつかこう家族持とうかなとかね、うん、そろそろ恋をしたいななんて思った時に、何かいい人と出会ったとか、もしくは、まあ、目の前にいる方とちょっとね、うん、そういう風な方向性で行こうかっていう話をしてるとかね、うん、ちょっとねいろんな可能性が見えてくるんですけど、でもどちらにしても、まあ、要は今までちょっと長い、うん、冬だった状態みたいなものが、終わってね、うん、雪解けが始まって、そしてついに春が芽吹き始めたよみたいな感じが来ています。うん、すごい素敵ですね。ちょっと綺麗なんで何度も見ちゃうはいね、なんかすごいですね、このなんか芽吹き感っていうか春の感じがね。うん、なので A さん今少しね、もしかしたら今までちょっと辛かったこととかあるかもしれないですけど、今少し楽になってきてるという感じがあるかもしれないです。または何かそういう楽になるような予感がしてる、うん、なんかそういう感じがありますね。はい、では、そんなね A さんに届くご褒美見ていきたいと思います。はい、では A を選ばれた方にもうすぐ届くご褒美見ていきたいと思います。こちらが4枚出てます。せーの、パカッ。あー、フィジカルタッチのカードと I feel open のカード、そしてサクリファイスのカード、そして、出たご褒美カード。こう、私ご褒美カードって呼んでるんですけど、まさに、エースオブブーンズ出ましたね。これね、カエル嫌いな方ごめんなさいね。はーい、すごい、まさにご褒美ですね。そうなんだ、なるほどね、なるほど。ちょっと4枚持つのは大変だけど、そうですね、ね、やっぱり A さんちょっとね、現状のところで私お伝えしたと思うんですけど、今までちょっと辛い状態だったり、これね、この女性がちょっとね透けてるので、こう泥水っていうんですかね、あまりこう綺麗ではない水に、使ってる状態で、かなりこのアクロバティックなね格好をして、なんかこうみんなの幸せのね、こう縁の下の力持ちになってたみたいな感じがある、これカードなんですね。でまさにこう自己犠牲というカードなんですけど、かなり、今までちょっとこういうね無理な姿勢をしてでも、まあ、頑張ってこられたのではないかなという感じがします。で、こういう状態だった A さんが、こうなるんですねなので、なんか今まではもうこでね、これってすごく面白くて、このね、まあ、王子様というか、この若者か勇者か分かんないんですけど、この方がこのね石像にキスをすると、そこからこうやってね、生身の、まあ、人間、もしくはこうお姫様みたいな、乙女みたいなのが、出てきて、ついにこの石の状態から解放されるみたいな、これ絵になってるんですね。うん、なのでなんか本当これ続きかなって感じがあるんですけれども、なんか本当にねこれちょっと動けないと思うんですね、この方。なんか多分この方が動いてしまうと、虹のね片方がなくなってしまって、虹がかかんなくなったりとか、ちょっと動いただけでね、このなんか虹がこの手の間から外れてしまったりとかね、なんかちょっとそういう感じがあるんですよ。なのでなんか結構無理して頑張ってこられたとかね、本当にこう動けない状態、ニッチもサッチもいけない、いけないけれども頑張ってこられたとかね、なんか私なんかもそうですね、冬から、つい最近までなんかこう天からなんか合図があるまで動くなみたいなことずっと言われてたんですよね。なんかそういう方多かったんじゃないかなと思います。はい、今はまだ動く時ではないと言われて動けなかったとかね、そういった方がなんかまさにこうやって自由にね生き生きと動いてね、こうやって輝き出す、フェーズに入ってくる、そういうステージに入るみたいなのがね聞こえるんですけれども、なんかそういうことを言っております。はい、でね、
でここに I feel open のカードがあるんですけれども、何か、今ねこう撮ってるのが3月の、上旬なんですけれども、はい、何かね、まあ、春ですし新しいことを勉強し始めたりとか、まあ、もしくはなんかもう本当になんか自由に生き生きと自分が好きだなって思うことを始めることができる、なんか始めるっていうのが来てるんですよね。まあ、始めるっていうかもしかしたらこうね始まるみたいなのもあるかもしれないんですけれども、まあ、要は今までやりたいと思ってたけれどもできなかったこととか、なんかそういったことにこうなんていうのかな、意欲的になれるし、許可が下りるっていうのかな、天からあもうやっていいよみたいな感じでね、もう動いていいよみたいな感じで許可が下りて、なんかでね、なんか同時に例えばこうなんか学ばれたりとか、もしくはご自身が好きなことで活動されたりすると、なんかね学んでいるとこうあのスポンジのようにこう吸収するっていうのが来てますし、もしこれが活動とかお仕事とか、まあ、別のね例えば愛情関係とかに関することだと、そのなんかあの成果がすごい出やすいみたいなのが、来ています。なんかそれも本当にご褒美の一つなのかなという感じがあるんですけれども、まあ、要は今までよくこれ頑張ったねって、このちょっとね停滞してた時期とか膠着状態をよく頑張りましたと、でご褒美としてはなんか本当にもうねこれご褒美としてはあのね本当にこのね、そうそう、このカードが、このカード自体が癒しとか、あとね、プロスペリティ、豊かさか、豊かさとか、あと幸運っていうものがあのこのカードの意味にあるんですよね。でまさになんかこの、まあ、大地のエネルギーとかそういう意味もあるんですけれども、まさにそういったところからなんか何かあなたにね、本当にの嬉しいお知らせとかご褒美がね、与えられますよっていう、これ自体がもうそういうカードなんですね。素晴らしいですね。なのでその、内容としては今言ったように、何かついに待っていたことが始まるよみたいなことを言っています。それが何であれ、でただ今回ねこういう感じで本を読んだりしているので、あのご自身にとって何かねプラスになることなんですよ、成長に関わること、なのでもちろんねそのお子さんを授かるとかもちろんね、人間として成長できますし、ご家庭持たれるのもそうですし、普通にねどなたかとお付き合いされたりとかもやっぱりね自分一人で生きるのとはまた別のねあの方向で成長できると思うんですね。でプラスやっぱお仕事とか活動にね何か活動されてることに、おける成長っていうのは本当にあの特にね成果も見えやすいと思うので、そういったことに関してもあのもしねそのことをずっとあの頑張ってこられたんであれば、成果が見えてくる、そして成長もね著しくなってくるということを伝えてくれています。すごいこれね可愛くてここ貝から熊の実がいっぱい出てきててすごい可愛いこれねすごい可愛くて、それでこのねあの遠くからこのねウミガメさんも遠くからみんなこの人のところにこう集まってきてるんですよね。なので何かお仕事とかその活動とかに、おける成長についてお話ししますと、なんかこんな感じで本当にたくさんの人がねあの寄ってきてくれるとかね、何かこう注目を浴びるとか、でもねあのそれがすごいなと思うのが、この方この注目を浴びてるんだけど、これだけ注目を浴びてるけど本人はこんな感じでもう本当にねあの一心不乱にワクワクとなんかお勉強されたり、もしくは何かご自身の中に取り入れられたりとかね、されてる状態なんですね。なのであの要は自分が好きなことに集中してたら、あっという間になんか周りに人がいっぱい集まってきてたとか、知らない間に人気者になってたとかね、何かまあこれがね例えば人だけではなくて、まあもちろんさっき言ったように成果だとか、もしくはまあ、要は何かこうオファーみたいなもの、たくさんの方がやっぱこうね、A さんにこう惹かれてくるので、あじゃあ A さんにねなんかこれやってもらいたいなっていう感じでやってきたりとか、例えばこれがね人間、さっき言ったような人間関係、ご家庭のこととか、そういったことになりますと、あの本当にねそのご家庭とか、まあ、もしくはパートナーを得ることによって、こうやってねたくさん周りの方とさらにね関係を結ぶ機会がやってきたりとか、まあ、要はこの方あの拡大していくんですよ、世界がね。その今回のご褒美の
内容によってまたそれぞれ違うと思うんですけれども、なんかご自身が成長されることによってどん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 こう世界が拡大していくという、なんかこうちょっと新しいフェーズにね本当に入っていくのかなという感じがあります。はい、素敵ですね。なんか春って感じですね、この展開がね。はい、もうねまさにご褒美だよ、下戸って言ってるので、もうご褒美もらっちゃってください。なんかねこのカードにあなたにねその幸運とかね豊かさをこのカエルさんがくれてますよ、ただありがとうと言って受け取りましょうって書いてあるんですよね。なのでぜひね、A さん、ただありがとうと言って受け取ってください。はい、ではアドバイスカードも見ていきたいと思います。はい、ではこちらが A を選ばれた方のアドバイスカードとなります。3枚出てます。せーの、パカ、スティックウィズイット、あ、44、エンジェルナンバーですね。はい、そしてラブエンデュア、そしてあ、すごい33だ。これはあれですね、アセンデッドマスターの番号ですね。はい、アプリシエイトディスモーメント、なるほど、はい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 、もうなんかねこれ一つのことを言ってますね。なんかねでもやっぱりねちょっと愛情関係とかも強いのかなという感じもありますけれどもね、ちょっと両方ともなんかそういう感じなんですけれども、あ、でもどちらにしても愛情関係にしてもそうじゃないにしても、こちらね、A さんが今抱かれている願いとか抱かれている理想とかね、そういったものを決して手放さないでくださいみたいなのが来てます。今あなたが願っているその願い、あなたの魂の計画通りなので、ぜひそれからねこうなんかね目を離さないでくださいみたいなのが来てるんですね。でこれもね実は同じ意味なんですよ。スティックウィズイット、貫けっていう言葉、カードなんですね。それを貫いてください。そしてね、こちらラブエンデュアも、どんな荒波にも耐える愛というカードなんですね。なので、本当に、この愛っていうのは別に、例えばね、そのさっき言った愛情関係でももちろんそのままね適用されますし、この愛っていうのはもちろん例えばそのお仕事への愛とかね、活動されていることへの情熱とかそういうことにも当てはまるわけです。なので、どんなことがあっても決してその夢諦めないでくださいっていうのが、このね3枚から非常に強く来てます。でね、でもねやっぱねなんか全体的になんかこの今回のね A さんなんか爽やかで、で同時に崇高な感じがあるんですよね。なので本当に先ほどこちらでもねお伝えしたと思うんですけれども、その魂の計画に入ってることなんですね。なんか本当にもうなんか花丸というかもうそれそれみたいな感じなんですね、魂さんからすると。なのでそれを本当に例えばねその現状に変えて、やっぱりもうちょっとこれはこういう風にした方がいいのかなとか、周りの人から受け入れられやすいものにした方がいいのかなとかね、もしくはなんかお相手のことを考えて、なんかこんなことを私が願っちゃったら悪いかなとかいろいろ思って、わからないですけどね、何かこうちょっと周りの方とか周りの状況に合わせて願いをねこう軌道修正するというか、それもねなんかね下方修正って言ってるんですよね。下方修正しないでねって、本当に自分がもう最高の未来だって願ってるもの、でこれもねそうなんですけども、なんかものすごい豊かなこう宝船みたいな感じなんですよねこれ。でこれなんかちょっと荒波が大変だからこの辺のもの1個捨てるかとかねなんか重くなっちゃって、もしかしてうまくいかないかもしれないから、ちょっとこれとこれはもうなんか海に捨てて少し軽くしようとかね、なんかそういうことは考えなくていいですよって貫いてくださいっていうことを言っています。はい、素晴らしいですね。なのでもしかしたらこういうね荒波とかこれもねちょっと登っていくの大変ってもしかしたらそう見えるかもしれないですけれども、魂の計画なので着実にうまくいくっていうことなんですね。なので、そういったちょっとした何か不安とか恐れとかに合わせて下方修正しないようにしてくださいということを、カードたちが伝えてくれています。はい、すごいですね。なんか A さん、ちょっと私読んでてもうすっかり春気分になってきました
ね、すごい素敵ですね。でもなんかもうまさにあのね、ご褒美カードも出てましたし、もうねやっぱ今までよく頑張ってきましたっていう、メッセージもね全体に含まれてると思いました。はい、皆さんね、これからあの素敵な春を迎えて、素晴らしい時間を過ごしてください。そしてね、あのご褒美はあのただただありがとうと言って受け取りましょうということだったので、ね、あのそんなにもらっちゃっていいのかなとか思う必要はありませんのでね、それは A さんが今まで一生懸命やってきたことへのご褒美なので、ぜひあのもうねまるっとあありがとうと言って受け取ってあげてください。はい、私のねこちらのリーディング動画見ていただきありがとうございました。はい、では B のアポフィリライトを選ばれた方のリーディングを始めていこうと思います。はい、今回こちらが現状、そしてこちらが、もうすぐあなたに届くご褒美、そしてこちらが、アドバイスカードとなっております。はい、今回も各々展開して見ていきたいと思います。はい、では B を選ばれた方の現状を見ていこうと思います。せーの、パカッ、オラクル。はい、なんか言ってますはい、そしてあ、ザ・クリスタルパス。はい、こちらのカードと、そしてチャイルド・オブ・チャレンジズ。はい、はいはいはい、なるほど。こうなんかね、横のってどう思ったかな変ですよね、この持ち方はい、わかりました。あのね、 B の方、あのね、何かなんかご自身のねされてること、なんかお仕事とか、もしくはあとはもう本当に、人生全般においてちょっと道を見失ってたとか、まあもしくはもう本当に意図的に今後どうやって進んでいこうかとかね、なんかそういったことを考えて、なんか考えて考えて考えていたら、なんかだんだんわからなくなってきてしまったとかね、なんか全体的にこの2つがなんかこのね、道をこういう風に、あ、もうここに行けばいいんだっていうところを、探すためにこうなんか信託をね、受けるっていう感じがするんですよね。なんかそれが、まあ、例えばこういった動画を見たりとか、まあ、ご自身で光の存在からね何かメッセージをもらおうとしたりとか、一生懸命ね天使たちに話しかけて、私どうしたらいいのみたいな感じでね話されてきたりとか、もしかしたらされてたかもしれないないですね。あとはもう本当に単純にご自身の中で、今後私ってどうしていきたいのかなとか、まあ、今ね、まだまだね、そのコロナの騒動とかもちょっと収まってねないので、なんか今後と自分ってどうしていけばいいんだろう、どうなっていくんだろうとか、そういったこうちょっと道が見えない不安、そういったモヤモヤ、もしくはまあ本当にご自身の今後の方向性みたいなことに関して結構なんかね壮大に考えてたって感じが全体的から来るんですよね。なので本当にちょっとした、あ、来週のプレゼンどうしようとかねそういったすごいあのささやかなとか直近のことではなくて、あの人生全体を今後ね担ってく自分の方向性とかね、お仕事とか、まあ、例えばそれが単純にご家庭のこととかだったとしても、あのやっぱり今後、例えばお子さんは今一人いるけどもう一人産むのかなとか、でもそう考えると自分って今後仕事どうしてったらいいのかなとかね、なんかそういうのってありますよね。なんかそういう風になんかこう自分は今後どうしてったらいいんだよ、どの道をまっすぐ進めばいいのかなって、でなんかこうスコーンって道が見えたら本当に楽なのにみたいな感じで、こんな感じでなんかずっと考えられてたみたいな感じがあるんですよね。で今も、まだちょっと考えてるみたいな。ただね、全体からまあすごい苦しんでるって感じはそこまでないんですけど、ただもしかしたらちょっとこういったことを繰り返しされてるとかね、なんか何度も何度もこのカードを引くとか、で いつまで経ってもちょっとしっくりこなくてモヤモヤするとかね、そういったことがもしかしたら今ちょっと B さんの中で起こってたり、まあずっと今までやってきて
まだ少し今ねモヤモヤしてるとかちょっとすっきりしないみたいなのがあるかもしれないですね。うん、でもこれはすっきりしないですね。うん、こんな風にもうほんとね頑張って頑張って自分のね多分内側かなりねこの方深掘りされたりとかあのご自身と多分ね向き合ってこられてるんだと思うんですよ。これすごいそういう感じがあるんですよね。なんかあのこれ一応あのチャイルドオブチャレンジスっていうことで子供なんですね。うん、だけどその子供なのに他の子と遊んだりしてないでね、しかもなんかその楽しい動物と一緒にいるわけでもなく、こんななんかちょっとなんか冬枯れのあまりねあのそんなにこう緑が青々としていないところにわざわざ一人で来てこうやって座って考えてるわけですよ。うん、かなりなのでこうご自身の内側と深く向き合ってるっていうのがここから伝わってくるんですね。うん、なのでもしかしたらねちょっとなんかこう贅沢してパーッと遊ぶとかそういったことが今ちょっとまだねあのこうなんか自分がねすっきりしないからちょっとそっちに行けないとかね、うん、そういうのもあるかもしれないですね。はい、なのでね、うん、でもそういうことをすごくやっぱりこう頑張ってねされてこられた、B さんに届く、ご褒美っていうのをねこの後見ていこうと思います。はい、では、こちらが、B を選ばれた方にもうすぐ届くご褒美ということで見ていこうと思います。4枚出てます。せーの、パカッ。I am treasured のカードと I will protect のカード、なんか可愛いですね生地が星模様、あー素敵ー、なんかね私もこうなんか絵の描き方とかについ目がいっちゃいます。フィルザウェルのカード、そしてあ、ウィーザハトホス、すごいなんか結構神秘的なのが来ましたね。はい、はい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 、あーなるほどね、なんかこういう感じかな。なんかねはい、B さんやっぱりなんかちょっと今までこういうふうになんかねちょっと道が見えない中を本当になんかこう必死でね、うん、自分でなんか明かりを照らして一歩一歩、うん、なんかやあの歩いてきたみたいな感じがここから来てるんですよね。であの一応こうやってね天使とか光の存在とか守護してくださってる方がそれをね守ってくださってたというのも来てるんですよね。だからあのものすごくもうねあの生きるか死ぬかみたいな状態ではなかったと思うんですよ。それなりに苦しいけれども、うん、これがねあの守護されてる存在でこちらがまあ B さんって感じなんですけれども、本当に B さんが苦しんでるところをこれまさにあの私の大好きなローナ・バーンさんが言うところのなんかね希望の天使みたいな感じであの本当にちょっと先の道までをこうやって明かりで照らしてくれてなんか見える範囲まで少しずつ進んできたっていうのが来てます。そして、こちらがねフィル・ザ・ウェル、あのいいものであなたを満たしましょうみたいなそういうカードなんですけども、ちょっとやっぱ渇望感があった、うん、あと単純にお金が足らなかったとかね、うん、いつもお金がないよどうしようなくなってっちゃうよとかね思ってたとか、あとはなんかもう本当になんか自分の中のその豊かさみたいなのが、うん、さっきあの現状でね言いましたけど、いろんな人からこうちょっと離れて一生懸命自分の内側を見られてたっていうのもあって、うん、なんか私なんかもねあのすいません私の例で恐縮なんですけど、なんか自分がすっきりしないと人に会えないっていうのがあるんですよね。でないとなんかその場を楽しめないみたいなのがあって、うん、なんかそういう時とかってなかなかこう友人といつまでも会えないとか、まあ、みんなと話しててもなんとなくこう自分はモヤモヤしてるから、みんながすごい楽しそうに笑っててもなんとなくこう疎外感をね、うん、感じてしまって、そこにいまいち入りきれないから、まあ、みんなにねそういう感じでどうしたの元気ないねって言われちゃうとこうちょっとあの申し訳ないから、うん、なんか自分は自分がすっきりするまで会わないみたいなのが私結構あったりするんですけど、なんかそういう方も多分いらっしゃるんじゃないかなってこれ見てね思いました。なんか他の人はみんなあのね今すっきりしてるかもしれないけど、自分はちょっとまだこのね本当こんな感じでなんか目の前を一歩一歩あの照らして進んでるだけで、なんか今最近どうって言われても、いやーもやもやしてるんだよねしか言えないみたいなね、なんかそんな感じでちょっと辛かったんじゃないかなっていう感じがあります。その状態が、まあ、こちらの2枚でご褒美として解消されていきますっていうのが、来てるんですね。うん、素晴らしい、I am treasured、 これが実はねこれとある意味対になってまして、
今回ね来てるメッセージとしては、まあ、今まではこのね希望の天使みたいなのがこういうあの本当にあのこのね可愛いランタンでちょっとずつ道のね先を照らし、あ、カメラが揺れちゃいました。はい、あの少しずつこちらをねこちらの光で進んでたって言うんですけれども、これすごい面白いんですけど、これからはね、なんかね夜が明けて道が見えるようになるのではなくて、あなたという存在が光り輝いて道が見えてくるっていうメッセージが今回すごい強いんですね。なので何か、例えば、この仕事どういうふうにやってったらいいのかなとか、今後どういうふうにやってったらいいのかなとか、今後ねお金をどこから得ていったらいいのかなとかね、あとは、今後このね家庭の中でどういう状態でね自分はどういう立ち位置でねやってったらいいのかなとかね、なんかそのねパートナーとのお仕事とか家庭のねバランスとかをでちょっと例えば悩まれてたりとかね、母親としてどうあったらいいかとかね、そういったことをすごく不安に思われて少しずつこういう風に光をね、照らしてやってきたんだけれども、今までのそういう悩み方だとどちらかというと、先ほど現状でこのトラクルが出てましたよね。なんかB さんの今までの考え方だと、この人が何か言ってくれて道を示してくれるって思ってたみたいなんですよ。なので何か、これだっていうものが見つかるとか、あ、こっちに行けばいいんだって誰かが教えてくれるみたいに、思ってたみたいなんですけど、もう全然違うんですよ、 B さんの人生の展開って。 B さん自身が光り輝いて、あなた自身が灯台になるみたいなのが来てるんですね。なのでなんかその私が道だ、あ、これはね、神との対話かな、私の好きな神との対話っていう本に出てくると思うんですけど、私が道であるみたいな言葉があるんですよ。で、それはあなたもそうだよみたいな話なんですけれども、B さんね、これ私が道なのだっていうことをこれね気づかれるんですね、このご褒美で。で、そうすることによってこう道が開けていきますよという、そういうご褒美というかお知らせがもう来てます。はい、ね、ここにねバースアズアポータルって書いてあるんですけれども、なんかもう自分自身が道となって、もう自分の力で全てをこう切り開いていくんですね、この方ね。でもその力っていうのは何か努力とかスキルとかっていう以前に、もうなんかなんていうのかな、なんかねこの B さんねちょっと全体的に宇宙の力とか神の力が介在してるんですよ今回。なので内側から自分自身が、周りの人に、道を示してもらうとか、周りの存在に道を照らしてもらうのではなくて、私が道である、私自身がもう道だから道を見失うことはないみたいな、なんかちょっとねこれスピリチュアルにあまりご興味ない方が見てらしたらはいって思うかもしれないんですけど、本当に、なんか要は自分を信じてればもう決して迷うことはないみたいな境地に達してしまうんですね、この方。素晴らしいですね。もうすごいすごいなって思います。はい、ちょっともう私みたいな仕事をしている人間からするともう素晴らしい展開だなと思います。これはまさにもう本当にちょっと神の介在があるので、もう本当神様からのご褒美っていう感じがありますね。でもそれもやっぱり先ほどね現状でねこういうふうにお伝えしましたけれども、やっぱりちょっとその周りの方をなんか頼ったりとか、周りの人ともういいや考えるのめんどくさいから遊んでよみたいではなくて、いつももう自分のね内側に戻って本当に真剣に考えてこられたからこそのこの展開だよっていうことを言われています。はい、なんかその誰の前でもリンゴは落ちるけれども、ニュートンはずっとその地球全体にね働いている力のことを考えていたからこそ、目の前でリンゴが落ちた時に初めて万有引力の存在に気づいたっていうねことがあると思うんですけれども、やっぱりご自身の中でずっと答えを探し続けられていたからこそ、あ、自分のこの答えっていうのは外にはなくて内側にあったんだっていうことをなんか気づかれるっていうのは、やっぱりそれだけこの B さんって
方がご自身の、ね、内側と向き合ってこられたからなんだよっていうことをカードを通して伝えてくれています。はい、うん、もうね素晴らしいとしか、はい、言いようがないですけれども、もう A さんも素晴らしかったけども B さんも素晴らしいですね。まあ、なので、まあ、今までねちょっとこんな感じで本当一歩一歩とかね、あとなんかちょっとこ本当に渇望感というか枯渇したようなね状態があったりとか辛いなとかね、うん、そういう時期があったかもしれないんですけれども、もう本当に何か、うん、例えばこれもねお金だったら、うん、お金がね外から入ってくるお金がないではなく、あ、お金って自分で生み出せるんだって気づいたりとかね、うん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 、なんかちょっとそんな感じがありますね。仕事がないなと思ったら、あ、仕事って自分で作れるんだとか、うん、なんかなかなかいい出会いがないなと思ったら、あ、私が先に最高の人になっちゃえば向こうは自然とやってくるんだって気づいたりとかね、うん、なんかそんな感じで、しかもなんか それを気づくことによって、なんかもうなんていうのかな、チャンスがやってくるとかじゃないんですよね。もうここからやってきてるのが決して閉まることのない扉って言ってるんですよね。今まではチャンスによって扉が開いたり閉まったりするような感覚が B さんにはあったっていうんですよね。あ、なんかこう逃してしまった、なんかチャンスを逃すとかそういう考えがあったっていうんですよ、うん、チャンスが今は開いてるから今ならいけるとか、あ、逃しちゃったからもうあの扉は開かないとかね、うん、なんかそういうのが来てるんですよね。だけどそれがなんかもう要は道が見つかる見つからないとかじゃなくて、自分が道になっちゃうので、もう道を見失うことはないんですよ。なのでもう決してそのポータルというか物事へのチャンスとかなんかそういった扉っていうのはなんか決して閉まらないし、まあ、開いたままだし、もうそもそもこのポータル自体をなんかご自身がそこにうがつというんですかね、うん、あ、なんだポータルって自分で開ければいいんだみたいな、うん、もう自分で作ったものだから好きに使えるんですね、うん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 、なんかそんな感じが来てますね。はい、ちょっとね本当にスピリチュアル全然わかんないって方はちょっとはいって思うかもしれないんですけれども、でもどちらにしてもとても素晴らしい展開がやってくるとのことです。はい、もうね決して閉まらない扉、うん、でということは、決してそのねご自身のタイミングとかご自身のなんかやり方とか考え方によってかとか負荷とかがこう変わってこないっていうんですかね、うん、私が道であるっていうことを自分の中にズドーンとこう軸に入れることによって、もう本当に、うん、決して消えることのない道、決して閉まることのないポータル、うん、そういったものが開けてくるということです。ちょっとねふんわりしてるので一生懸命説明したんですけど伝わってるかな、伝わるといいなはい、でもねもうそれって要はもう何でもこれからできるってことなんですよ。もうそういうこと、はい、わかんない人これだけ聞いてください。これから何でもできるようになります、 B さん。はい、なので今までの不安とかね苦しみとかあるとは思うんですけれども、もう本当には自分が考えて自分が決めれば何でもこれは可能なのだっていう境地に達するので、はい、ぜひそれをね楽しまれてほしいなと思います。でこれからアドバイスカードも見ていこうと思いますので、なんかちょっとねいまいちわかんないって人はそちらもちょっとね参考にしていただければと思います。はい、はい、では B をね選ばれた方のアドバイスカードを見ていこうと思います。はい、3枚出てます。せーの、パカッ。あー、オープンライクザロータス、なんかまさにって感じですね。はい、そしてディバインガイダンス、ちょっとあとブラザーズ&シスターズ、ちょっと B さんこれはすごいですね。もうねこのオープンライクザロータスって、まあ、要はよくね言われてるのがハスっていうのは要は泥水からねこういう風に育って、で上ですごく綺麗な花を咲かせるっていうことで、まあ、よくねこう仏教とかでもいろんなものに例えられて、まあ、神聖なものとしてね扱われたりするんですけれども、本当にね先ほど、まあ、現状もすごい悩まれてたりとかね、うん、あとご褒美のところでもね前半に出てたと思うんですけれども、ご自身の中で苦しんでこられたりとか悩んでこられたりとかね、うん、なんかそういったことの
上にやっぱりこういったことが今後咲くんですね。苦しんだからこそではないんですよ。だけど、そういったことが要は決して無駄ではなかったよっていうことをこのカードが伝えてくれています。そしてね、このカードすごく可愛いんですけれども、このね、ハスの花が咲いたことによって、この可愛いおちびフェアリーたちがね、わーいって寄ってきてるんですよね。なんて素敵な花だろうって。でね、あのフェアリー、妖精って本当に綺麗なエネルギーとか、混じり気のない美しい純粋なエネルギーのところにしか寄ってこないですし、見えないんですね。なので本当にもうこの B さんって方はね、なんかちょっと今回全体的に見てて非常に神聖な感じがしたというか、カード全体がね、とても本当ディバインというかね、ここにディバインガイダンスって出てますけど、なんか聖なるもの感がすごかったんですね。なので内側のなんか神聖というんですかね、神の差がですか、なんかそういったものが現れるんですね。なので今までのそのね、この泥の中にあったような時期っていうのは決して無駄ではなかったし、逆にこういうあなただからこそそういった時期をね、過ごすということがなんかね、許可されてたってくるんですよね。許可なんだみたいな感じなんですけど、要はなんかその修羅の道じゃないですけど、ちょっと大変だった道みたいなものを通ったものだけがこの花を咲かすことができるみたいなのがやっぱちょっとあるみたいなんですよね。なのでそのね、今ちょっと苦しいと思ってるところも、本当にね、この花を咲かせて、要はこれだけ純粋なね、人たちとかエネルギーを引き寄せるためにそれをね、ちょっと経験されてきたみたいなのがやっぱりあるので、そういった意味ではちょっとそこは気に病まずにね、なんか要は自分が自分の精神力が足らなくて苦しんでるんだとか、自分が先を見通す力がないからわからないんだとかね、そういう苦しみは不要ですよ、無用ですよってことを伝えてくれています。はい、素晴らしいですね。で、ディバインガイダンスもこれはね、もう今回のリーディング全体に通して言っているそうです。もうすべてその神が介在してますよという、はい、一言以上です。はい、もうね、そういう感じです。なのでなんかこう自分の力でできてないからとか、自分の力でどうにもならないからということを気に病む必要はないってね、こちらでも伝えましたけど、まさにそういった感じみたいですね。はい、ちゃんとそれで神というか宇宙がすべてね、コントロールしてのことなので、ご安心くださいみたいなことも来ています。そしてね、最後こちら、ブラザーブラザー&シスターズのカードが出ております。でね、なんかね、いつもはちょっとこれ本当に不思議で、なんか兄弟姉妹っていうね、カードなんですね。で、単純に周りの方とか、あとは時々ね、この方々ちょっとねこの方々ちょっと目線がね、私いつも気になるので、なんかその人の目を気にするとかね、なんかそういった風に読んだりするんですが、今回はこの目がね、私すごく神の目に見えるんですよね。で、すごく神聖な目に見えるんですよ。で、神はあなたを見てますよというメッセージだそうです。素晴らしいですね。もうまさにもうこういう感じなんですけれども、あなたが今まで頑張ってこられたこと、神はそれを見てきましたよ、見ていますよ。ですから、必ずね、あなたにはそこをね、乗り越えてこられただけの力があり、そして、それを乗り越えた先にのね、素晴らしい道を歩むだけのパワーがあると分かっていますよということだそうです。はい、なんかね、ここちょっと荒波を乗り越えてる感じもありますけれども、なんかそういったことももうね、あなたがしてきたこと、あなたが本当にこうね、真摯にご自身と向き合われてきたこと、神は見ていますよという、本当にもうちょっと何度も繰り返しますけれども、こちらもそうですね、そういうメッセージだそうです。はい、 B さんね、なんかもうちょっと完全スピリチュアル色がどっぷりなリーディングになってしまって、こういうのがねちょっと苦手な方は、なんか神とか怖いと思う人もいるかもしれないんですけれども、はい、神ね、言葉ちょっと怖いなと思ったら、宇宙とか天とかね、そういう感じでお天道様とかでもいいですよね。お天道様見てくれてるみたいなね、そういう感じで解釈していただければいいかなと思います。本当にね、きっとね、この方真摯に本当にね、悩むことすらも真摯にされてきたんじゃないかなと思います。とっても人にぐちぐち言ったりとか、
なんか他の人をねすごくいいなって羨むにしても、なんかその羨ましいなと思う気持ちすらも、あでもこれはやっぱり自分の問題だからっていうことでね、うん、それをこうどっかにねこう当たり散らしたりとかね、うん、そういうこともせずに、きっと本当にご自身の内側にまっすぐね向き合ってこられたんじゃないかなと思います。まあ、時にはね辛くなったりとか、まあね泣きたくなったりすることもあったと思うんですけれども、もうなんかね全体から本当にあの神があなたを見ていますよというメッセージが来てます。もうねちょっと私の方にはかなりもう泣きそうになるぐらい愛をね感じるわけですよ。うん、あのね B さんを守護されてる方とか、そういう天のね愛を感じます。はい、なのでもうねもうすぐ、うん、もうすぐだと思います。本当にねあの素晴らしいご自身のね内側からこう生まれ直すみたいな感じがやっぱりあのご褒美の方にねあったので、あもう自分は自分自身が道なんだ、自分が決めたことがもうただただ道になってここにあるだけなんだってことに、本当内側から気づく、うん、頭ではもしかしたらねもうこれだけちょっとスピリチュアルなカードがかなり出てるので分かってはいらっしゃるのかもしれないですけれども、うん、それも本当内側からこうなんていうの腹落ちしてね、ドーンとこう腑に落ちてそれで分かる、パカーンって分かるみたいなね、そういう状態がこれからやってくるんじゃないかなと思います。はい、なのでねもしかしたらまだちょっとね考えられてもやもやとかねされてるかもしれないですけれども、素晴らしい展開がやってくると思いますので、もうちょっとうんお天道様見てくれてる、神様見てくれてると思って、もうちょっとだけね頑張っていただいて、あとはとにかくご自身をね信じて進まれてください。はい、ありがとうございました。はい、では C のエメラルド選ばれた方のリーディングを始めていきたいと思います。今回はこちらが現状、そしてこちらが、もうすぐあなたに届くご褒美、そしてこちらが、アドバイスカードとなっております。はい、今回も各々展開していきたいと思います。はい、では、C のねエメラルドを選ばれた方の現状を見ていこうと思います。3枚出てます。せーの、パカッ。ザ・メディテーション、これね可愛いんですよ。結構ろうそくとかここに水晶が生えてたりとかして、はい、こちらのカードと、あ、シェア・ユア・アート・ウィズ・ザ・ワールド、これ結構最近出てきますね。そしてザ・カウェッジ・スピオニー、へー、すごい綺麗ですね。なんかよく見ると蝶々さんがいたりとか、はい、すごい綺麗ですね。はい、なんかねちゃんとこの3枚からなんかもうねどれがどうとは言えないんですけど、なんか全体的になんか C さん今ワクワクしてるっていうのがすごい来るんですよね。なんかこのメディテーションとかもすごい精神統一してるように見えるんですけど、なぜかなんか私この方のなんか胸の内側がこうなんかドーンって入ってきて、もうなんかワクワクしてきたみたいななんかもう盛り上がってきましたみたいな、なんかご自身の中で来た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 みたいな、これから来るぞみたいな、なんかそういう予感がしてたりとか、なんかねご自身がされてるお仕事とかその創作活動とか何か とにかくご自身で取り組まれてることとか、なんか今後の未来に対してなんか非常に明るいね考えを持ち始められてるとか、あそっかこういう風に捉えればいいんだって思ってなんか楽になってきたとかね、なんかこれさえやればいいんじゃないかなっていう風に道がなんかこう見えてきたとか、なんかそんな感じで要はちょっとね気が楽になってるんですよ。で気が楽になった上になんか、まあ、もう今ねちょうどこれ撮ってるのが3月なので、なんかもうねあもう春がやってきて、ちょっともうあのね少しコロナも良くなったらあれやろうこれやろうとか、ちょっとそろそろあの人に連絡取ってこういうことやろうとかね、ちょっと今後こういうプロジェクトやったら面白いんじゃないかなとか、そういうふうにご自身の中でちょっと計画を立てられたりとか、何かご自身がされてることのなんか活動とかの新しいアイデアが出てきたりとかね、なんかされて、もうちょっとご自身の中ではこれはこれからちょっと楽しみだぞみたいな、なんかそういう感じがねこの3枚からすごい来るんですよね。はい、
で今ね、もし、なんかそんなことないよって思う方も多分もしかしたらちょっとこう頭で考えてしまってね、そういったものがちょっとブロックされてるとかがあるかもしれないですね。どちらにしてもこれから、もし今そうじゃないよって方いたとしてもすぐにそうなってくるんじゃないかな。ちょっとね、春のお花屋さんを見たりとか、あと春のこうなんか桜が咲いてるのとか見るとこうちょっと気がね緩んで、あれなんかちょっと気が楽になってきたかもとかね、なんかそういうのが出てくるかもしれないですね。でももう要はワクワクするフェーズなんですよ今。ワクワクするフェーズで、もうご自身の魂は多分ワクワクされてます。なのでもしそれを感じられてないよって方はちょっと魂のね声に耳を傾けてあげてみてください。で、目の前に何かこう確実なものがないとワクワクなんてできないよって方がいるとしたら、ちょっとねご褒美を待ってみるっていうのもいいかなと思います。はい、ではね、こんな今ちょっとねワクワクされてる、Cさんにやってくるご褒美見ていきたいと思います。はい、では、C をね選ばれた方に、もうすぐ届くご褒美ということでこちらのカード引いております。あ、5枚出てます。多いですね。せーの、バカ。Act as if your partner is here。 はい、そして Embrace your emotions。 はい、すごい声運が綺麗ですね。はい、こちらと I feel alone のカード、そして Thankful のカードと、あと Four of Visions も出てますね。はい、あ、汚かった。見ないでおいたらひどいことになってましたね、すいません。はい、いやー、なるほど、わかりました。これね、こんな感じかな。はい、B さん、ごめんなさい、 C さんですね。C さんね、今まで何かこうね、なんかちょっと全体から来てるのは、もし今 C さんにすでにパートナーがいらっしゃったりとか、ちょっとその場合でちょっとまずお伝えしたいんですけれども、目の前にパートナーがいたりお付き合いされてる方がいたりするのに、何か孤独を感じてたりとか、これもそう、一人なんですよね。でも一人だけど周りにこうやってね、ここにね蝶々さんが泊まってちょっとキラーンってしたりとか、もうねキラキラしたトンボさんとかカワセミさんがいるんですけど、キングフィッシャーですね、はい。それがいるんですけれども、でもなんかこうそこにね目が向かずにちょっとねこうつまんないなーってしてるカードなんですよ、これ自体は。はい、で、こちらもちょっとね背中を向けてなんか孤独を感じてるカードなんですけれども、要は、C さんがちょっと今までパートナーとか周りの人が、いてもなんだかちょっと寂しく感じてたとか、なんとなく疎外感を感じてた、切り離されてるように感じてたとかね、何かそういう風に孤独だったもの、でも本当周りにいらっしゃるんですよ、周りにいらっしゃるのに何かなんかこういまいちコミュニケーションうまく取れなかったりとかしてた方が、これね、これすごい似てるんですよね。こうなんか分かります、これCさんね、こうなんかうっとりしてるような顔、なんか抱きついてうっとりしてる側がCさんです。はい、何かこの形でね、あ、ここに私を支えてくれてる人ずっといたんだなって思ったりとか、もしくはね、本当にパートナーとかがねまだいないよとか、周りにそういう人いないよって方は、もうまさにそういう人が、現れて、あ、こんなに一緒にいて安心できる人いるんだみたいな感じでね、そういう気持ちになって一人じゃないみたいに感じるっていうことなんですよね。で、今現状ですごいワクワクされてるってさっき私お伝えしたと思うんですけど、なんかそのワクワクっていうのはなんかやっぱりねお伝えしたと思うんですけど、予感だったりとか、あとはなんかお仕事とかね活動されてることに対してすごいこうワクワクしてきたっていう感じで、要はご自身らしさみたいなの多分すごい取り戻されてるんですね今ね。なので、そうすることによってちょっとね全体から来てるのが要は愛情面なんですよ。すごいねラブを感じるんですね。でそれはもしかしたら男女関係とかいわゆる恋愛関係だけではないかもしれないです。はい、もしかしたら周りに本当に頼りになる方がね
できて、お仕事とかでね、あ、この人にこんなに頼っていいんだと思えたりとか、もしくはなんかこうご家族でね、もうすでにあのいらっしゃるご両親とかご兄弟とか、あ、こんなに頼ってね、あのいいよって言ってくれてたんだ、親はこんなに私を愛してくれてたんだとかね、なんかそんな感じで本当に心からなんか 100% 自分のこう身を預けても受け止めてくれる人がいるんだってことに気づく、それがあのご褒美なんですね。でそれは単純に今ね、なんか一つ聞いてるのはやっぱすでにあの目の前にいる方とか、まあ、もしくは、今お会いしてなかったけれどもしばらく離れてたような方、でもあのその方が実は自分のことをずっと思っててくれたんだとかね、なんかこれからちょっとやっぱラブ感もすごいあるんですよね。あ、この人ってこんなに私のことをずっと思っててくれて、そしてね、久しぶりに会ったら会ったで、あの何でもね、あの相談していいんだよとかね、そんな言ってくれればね、自分がね助けたのにみたいな感じでね、言ってくれたりとか、そんな感じで、あ、私って一人じゃないんだ、一人であの孤軍奮闘ねしなくてよかったんだみたいな感じで、もうね、なんかね、安心感がすごい伝わってくるんですよね。でなんかこのあのカードもすごいあの感じるんですけど、このね、こちらが例えば C さんだとしたら、この方がもうしっかりここをこうあの掴んでくれてるわけですよ。で、あのこれ空なんですね。下にこうなんか畑とか見えて、これ空なので、この方がしっかり支えてくれてないとね、いくらこうやって羽が生えてるとはいえ落ちちゃうかもしれないんですけど、まああのこの方がね、僕がしっかり支えるよってこう言ってくれてるわけですね。なのでもう安心して、この方ね、だってこんな体ね、こうちょっと曲げて、もうなんか。なんていうのか、身を委ね切ってるって感じがすごいあるんですよね。で全体的にそれがこれあるわけです。はい、なのでこれ強い、この3枚出てきてるってことは非常に強いんじゃないかなと思います。なので、Cさんのご褒美としてはまさにそういったあのもうこの方に本当に自分はあの身を預けてもいいのだ、もう甘えてもいいのだ、何かあった時はこの人に泣きついてもいいんだって思えるぐらい本当に心を委ねられる方と出会う、もしくは再会される、もしくはすでに目の前にいる方とそういう関係にね、こう関係性になっていける、そういったことがご褒美としてやってくるということです。でそれはやっぱりあの現状でね、あの見させていただきましたけれども、 Cさんがやっぱご自身のあのご自身のねやられてきたこととか、そういったことに自分の内側になんかね可能性を見出したりとかして、要はなんか自分に価値を見出している状態なんですね今ね。なので、あ、自分って愛される価値があるんだとか、あ、助けてもらう価値があるんだみたいなことが同時に多分一気にね、こうなんかオセロがね一気にこうひっくり返されるような感じで、あ、世界ってこんなに自分に優しかったんだみたいな感じでね、感じられるフェーズに、まあ、あの入っていきますよということを、あのこちらのねカード5枚でね今ね教えてくれています。はい、もう素晴らしいご褒美ですね。もうこんなあったらもうめちゃくちゃいいじゃないですか。もうあのね、なんかお日様に干したふかふかの布団の中で寝るようなの感じ、もうなんかねそういう感じが来るんですよね。あ、なんかお布団いい匂い、お日様いい匂いみたいな感じでね、ふかふかぬくぬくみたいな、なんかそういう感じがすごい来るので、ぜひね今ちょっとね、今までこういうことがあったよってことがあるかもしれないんですけれども、これからはそうなっていきますよということを、はい、伝えてくれています。はい、ではね、続いてアドバイスカードも見ていこうと思います。はい、では、C をね選ばれた方のアドバイスカードを見ていこうと思います。3枚出てます。ごめんなさい、せーの、パカ、トレジャー・ユア・ラブド・ワンズ、またラブって出てますね。まあ、このねあのカード自体がね、ちょっとこうラブ関係のカードっていうのもあるんですけど、そしてスターキーパー、はい、そして、あ、またラブって書いてある。ラブビギンズのカードが出てます。もうラブラブうるさいっていうぐらいラブですね。すごい嬉しい、ラブ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 、嬉しくない人多分いないですね、絶対ね、みんな嬉しいですよね。はい、わかりました。なんかね、これちょっとなんかわかりますか、3枚とも なんかねこういう感じ、こういう感じとか、
あともう本当なんか愛、そしてこちらはなんか2つともこう守られてるようなね感じがあります。はい、じゃあね読んでいこうかなと思います。はい、まずねこちらから来てるんですけれども、まあ、この2枚ね、特に強いかなと思うんですけれども、あなたは守られてますよっていう言葉を伝えたいそうです。で、その守られてますよっていう言葉の中に何かねやっぱね愛がすごくね関係してるんですよね。で、その守られてますよっていうのが普通はね、まあ、これだけ見るとなんか宇宙とか光から光の存在からね守られてる、ご先祖様とかね守護してくださってるから方から守られてますよって感じがこれだけだとするんですけど、今回はね違うそうです。はい、あなたはあなたを愛する人に守られているのですよというメッセージを伝えたいそうです。で、それはなんか本当の意味で守るっていうのもあるんですけれども、例えばなんか旦那さんが一生懸命お金を稼いできてくれるとか、ね、家賃を払ってくれるとかね、親御さんがご飯を作ってくれるとか、そういうのもあると思うんですけど、今回すごく強いのがその人の愛っていうものはこういうねなんかあなたを守るその愛というエネルギーがあなたを守る膜になってるとか、そのプロテクターになってるみたいなのが来てるんですよね。なんかエネルギーなんですって。周りの方の愛というエネルギーが、あなたを守る、風にそういう仕組みになってるみたいなね、なんかそういうことを言ってくるんですよね。なのでちょっと目には見えないもの、なので言わないとわからないかもみたいな感じなんですよね。こういうふうに言葉にしないとわからないかもしれないけど、単純に周りの方がお金とかね行動を通してあなたを守ってくれてるだけではなくて、その愛っていうのはあなたを守るこうなんかプロテクターとか、そういうものとしてエネルギーがあなたを守ってるんだよみたいなことをこの3枚で言ってくれてるんですね。で、それはね本当に愛のエネルギーっていうのはものすごく強烈なプロテクターなんですよみたいなことを言ってるんですね。でね、これもねこうやって出てるんですけど、お母さんがね、子供娘にねこうやって本を読み聞かせてあげてる、そういう絵がこの真ん中に描かれていて、なんかねそうなんですよ。なんかその今ご自身がねこう目の前にいらっしゃるのが、それがたとえ単純にパートナー、いわゆるもともとは他人だった方としても、なんかねなんかすごいね胸にくるんですよね。なんかご先祖様とか、もう本当にそのお母様とかお父様とか、なんか C さんをなんか愛しこう慈しんできた方々のエネルギーがあなたを守っていますから、安心してくださいっていうのが全体から来てます。すいません、私なんかしみなんかジーンとしてしまって、なんかすごいエネルギーが来るんですよね。でもしこれを今見られてて、すでに親御さんがいらっしゃらなかったたりとか、あとはすごく可愛がってくださったおじいさんおばあさんとかねいらっしゃったら、なんかねその方々からもなんか伝えたいというのが今回来てます。もうあなたをすごく愛してるし、なんかね私たちの愛は永遠ですみたいなのが来てるんですよね。ごめんなさい、泣いちゃった。すごいね、もうエネルギーがすごいんですよ。そうなんだみたいな、だからね、なんかこれ親御さんとか本当におじいちゃんおばあちゃんとかねあなたを直接本当に可愛がってこられた方とか、もしくはまあそのご先祖様とかのエネルギーがすごいんですけれども、なんかねだからこそあなたを小さい時から見てね可愛がってこられたからこそ、なんかね私たちが守ってるから好きにやりなさいって言ってます。そうなんですね。すいません、なんかちょっと今回耐えきれないぐらい泣いちゃいました。なのでちょっと泣いて汗かいてカードがブヨブヨになっちゃうと困るので起きますねもうねすいません、鼻水の音が入って。でもね、なんかもうすごいんですよ。もうすっごい愛情です。はい、もうこれは初めラブって出てたんで、
パートナーの方とかのね、それもあるかなと思って、もちろんそれもあるんです、今、いらっしゃるご家族とかの愛も本当にあるんですけど、すでにもう他界された方のなんかエネルギーとかも来てて、なんか、私たちがもうなんか本当全力でもう決してあなたを傷つけさせないし、本当の意味であなたを失敗に導いたり絶対にしないから、なんか安心してチャレンジしなさいとか、安心して好きに生きなさい、あなたのそのなんか要はこの C さんのなんかその本質、その愛らしさみたいなのも小さい時から見てらっしゃるので分かるんですよね。もしかしたら愛らしさではなく、そのなんか悟しさっていうんですかね、なんか賢さとか、あ、この子はすごいなと思った部分もあるかもしれないんですけれども、なんかそういった部分とかも全部見てきて、もう本当にもうかけねなく愛してるので、その愛というエネルギーであなたは守られてる。だからこそ好きにやりなさい、本当に自分がやりたいと思うことに全力をかけていきなさいみたいなね、なんかエールみたいなのが来てます。はい、すいません、なんかね途中から、あ、そうなんだってちょっと思って、なんかね、初めはもうラブってことに私も目が一時行っちゃってたんですけど、はい、なのでね、なんか A さん今ほら現状でね、ホラーとか言ってね現状でね、こうなんかすごいワクワクされて、なんかちょっとね、これから新しいこと始めようとか、あ、もうこれからいい感じになっちゃうかもって思ったと思うんですけど、もうそれをね、全力でこうやってね、すでにね、目の前にはいらっしゃらない方とか、もしくはもうまだね、お元気でいらっしゃる親御さん、もしくは、今ね、目の前にいらっしゃるパートナーさんとかのね、愛っていうのがあなたを守ってらっしゃるので、好きにやりなさい。そしてね、本当に、あなたをね、いつまでももう本当とこしえに愛していますよということを伝えてくれています。なので、アドバイスカードとしてはもうなんか思いっきりやっちゃいなさいみたいな感じなんですよね。あなたは守られてるので大丈夫ですよっていうのが、このアドバイスカードから来ました。はい、すいません、ちょっとお見苦しい音が入ったかもしれないんですけれども、はい、お聞き苦しいか、はいなので C さんね、素晴らしい、もうね100人力ですね、こんなね、プロテクトがね入ったら。なのでぜひぜひね、それを信じて、そしてね、もしすでにね目の前にいらっしゃらない方のことを今思い出したのであれば、その方のことをね思い出して、ちょっと心でね話しかけてみたりとかね、感謝を伝えてあげてください。はい、私の鼻の音が入ってしまいましたけれども、はい、ぜひぜひこちらね、安心されて進まれていってください。そしてね、ご褒美ね、素晴らしい、もう私ってね、そう、こんな感じでね、私って愛されてて、そしてね、こんな風にこう頼ってね、もう安心できるんだっていう人が目の前に現れたり、そういう状態になっていくんだっていうことをぜひね、信じて、はい、そしてね、ご自身がやりたいことを思いっきりされてね、魂を輝かせて、そしてね、生きていかれてください。はい、今回ね、こちらの動画を見ていただきましてありがとうございました。はい、以上となりますが、いかがでしたでしょうか。ね、すいません、私ちょっと C さんの最後の方で泣いちゃいまして、鼻の音が入って申し訳なかったです。できるだけカットできてるといいなと思います、編集の段階ではい、ねえ、なんかちょっと私今回かなり楽しかったです。毎回楽しい楽しい言ってますけど、なんかね、やっぱね、皆さんが本当にね、ちょっと時期もあるのかな、ね、ちょっとコロナのね、東京ではコロナの自粛も明けたりとか、あと全体的にね、なんかワクチンがね、なんかできたとか、明るいニュースもちょっとずつね、入ってきて、同時にやっぱり春ですのでね、皆さん本当にこれからね、新しいこういうことやっていこうかなとかね、もしくはね、そっちに向けてやっていきたいけどどうしたらいいのかなとか、要は前向きな気持ちでね、今人生をいろいろねご検討されてる方がね多いのかなと思いました。なのですごく私もワクワクしてね、読ませていただいたんですけれども、はい、少しでもね、今皆さんがね、もし悩まれてる方とかねいらっしゃいましたら、少しでも皆さんのね、お役に立てるメッセージがね入ってればいいなと思います。当たってる当たってないだけではなく、本当に、あ、なんかこの言葉だけでも今自分の人生に取り入れようみたいな感じで、なんていうのかな、なんかビュッフェ形式のね
レストランみたいになんか好きなものだけ結構ピックアップしてね、うん、自分のお皿に乗せてよしこれ食べるぞって感じで私いいと思います。なのでそんな感じでね、ぜひこのカードをね、未来を予測するとかご自身の人生を決めつける道具にするのではなく、そこから自分の未来をねプラスアルファどんどん良くしていって、さらに再創造していくためのねツールとして使っていただきたいなと思っておりますので、いろんなねご自身なりの活用法を、されてみていただけるとね嬉しいなと思っております。はい、で本当にいつもね私のこの YouTube の方や Instagram の方にね高評価をしていただいたりいいねをしていただいたりコメントを残していただいて本当にありがとうございます。もうね皆様のおかげで猿もねおだてれば木に登るじゃないですけど、ウキウキとはね取るこういうねモチベーションに本当になりますので、本当に本当に感謝しております。こんなにね私今まで結構陸の孤島みたいなブログだけでね書いて活動してたので、こんなにねたくさんの方とつながることってこんなにね素敵で温かくてね幸せなんだなということを感じてね今撮らせていただいております。本当感謝しかないです。ありがとうございますね。またこちらの動画ね撮りたいと思いますので、またねお時間のある時に、遊びに来ていただければいいかなと思います。はい、ではまた撮ります。バイバーイ。